プファルツ家の祖、ウェバイエルン公権ライン級中白ルドルフ一世。プファルツ家は、ビッテルスバッハ家の内ドイツプファルツ地方を治めていた一門のことを指す。ウェバイエルン公権ライン級中白ルドルフ一世を、子祖とし、その、息子ループレヒト一世は先帝皇位を獲得し、総尊のループレヒト三世は、ローマ王に選出されている。 ループレヒトの息子によって一族の分子が形成され、その中でズルツバッハ家のカール4世、フィリップ・テオドールはバイエルン家が断絶したことでバイエルン選定行為も継承し、続くビルケンフェルト家のマクシミリアン4世ヨーゼフは王号も獲得し、それは1918年まで続いた。また一族からは北欧三国の君主やギリシャ国王も出ている。 1180年に、夫一世が、バイエルン公に封じられて以降、バイエルンの地は、ビッテルスバッハ家が統治するところとなったが、その息子である、ルートビヒ一世は、ベルフ家のライン宮中博ハインリヒ六世が1214年に、こを残すことなく死去したことを受けて、宮中博位を継承する。ルートビヒ一世の息子夫二世は1222年に、 ハインリヒ6世の妹であるアグネスと結婚したことでライン宮中白衣を継承する正当性を獲得し、結果、プファルツ地方はバイエルンと共にビッテルスバッハ家が代々世襲するところとなった。夫2世の息子の代でバイエルンは二分化され、長男のルートビヒ2世が上バイエルンとライン宮中白衣を次男のハインリヒ13世が シモバイエルンをそれぞれ継承している。ルートビヒ2世が1294年に死ぬと、ライン宮中白衣は、長男のルドルフ1世が単独で継承する一方で、上バイエルンの地は、次男のルートビヒ4世バイエルン王と共同統治、している。しかし、両者は後に対立し、1314年にルートビヒ4世が、ローマ王に選出されると、ルドルフ一世は、 ハプスブルク家の対立をフリードリヒ3世を支持して1317年にルートビヒ4世により敗北、ライン級中白は剥奪されて1319年に失意のうちに死去する。ライン級中白はルドルフ1世の息子であるアドルフが継ぐことを許されたものの実質的にはルートビヒ4世の9月に過ぎず1329年に 死ぬと弟のルドルフ2世が継承した。同年に、パビアにて、オジルートビヒ4世と和解して、ライン級中白は、ルドルフ1世の一族が、バイエルン公はルートビヒ4世の一族がそれぞれ、有することで和解した。以後、ルドルフ1世の系統を、プファルツや、ルートビヒ4世の系統を、バイエルン家と区分するようになる。ルドルフ二世の弟である、ループレヒト一世は、 ルクセンブルク家の神聖ローマ皇帝カール4世が1356年に発した金印直書により選定公くらいを獲得したことによりライン級中白はプファルツ選定公に昇格したアドルフの孫であるループレヒト3世は皇帝ベンツェルが1400年に配位されたことを受けてローマ王になる者の,の世襲化には失敗しているループレヒト三世の息子の代で プファルツ家の分子が形成されるようになった。すなわち、次男である、ルートビヒ三世は先帝校くらいを継承して、プファルツ先帝校か、三男であるヨハンは、プファルツのイマルクとか、四男であるシュテファンは、プファルツジンメルンツバイブリュッケン家の、いつで伐シである、オットー一世が、プファルツモス家のそれぞれの祖となっている。このうち、三男のヨハンは、 カルマル同盟の君主エリクア・ポンメルンの妹、カタリーナと結婚したことにより、二人の息子であるクリストファは、カルマル同盟の君主に選出されるも1448年に、子を残すことなく死去したことで断絶して、その医療の大半はおじである、夫を一世が継承するも、それも息子の夫を二世の代で断絶して医療は、ルートビヒ三世の孫である、 本宗家のフィリップによって改修された。これ以降、プファルツの地は本家であるプファルツ選定校家が選定校として本領を統治し、分家のプファルツ人メルンツバイブリュッケン家が残りの領地を統治するところとなった。ドイツで発生した宗教改革の波は、プファルツにも押し寄せて、フリードリヒ2世はレター派を採用する。フリードリヒ2世の試みは、 皇帝カール五世によって断念を余儀なくされるが、1556年に、先帝校くらいについた息子のオットー・ハインリヒは、再びルター派を採用する。1559年にオ、オットー・ハインリヒが男子を残すことなく、没したことで、プファルツ先帝校家は断絶し、ジンメルン家のフリードリヒ三世が継承したが、それに伴い宗派も、ルター派からカルバン派に替えした。 フリードリヒ3世は1563年にハイデルベルク信仰問答を出版するほどの熱心なカルバン派であり、その結果、プファルツ家はカルバン派の保護者となり、首都ハイデルベルクはカルバン派の画城となった。それのみならず孫のフリードリヒ4世に至っては1608年にプロテスタント同盟を結成して、その指導者になるなど、ついには、 帝国全体のプロテスタント全体を庇護する立場にまで登り詰めた。そのため息子のフリードリヒ五世は、ボヘミアの盗賊によって1619年に国王に衰退され、これが30年戦争の始まりとなる。かねてより、プファルツ家がプロテスタントの名手として、帝国内で幅を利かせていたことを苦に々がにがしく思っていた。 共神的なカトリック教徒であるハプスブルク家の皇帝、フェルディナンド2世はこれを機に、プファルツ家並びにプロテスタントを壊滅させることにした。これに協力したのが、同じくカトリック教徒かつカトリック同盟の名手でも、ある、バイエルン家のバイエルン公マクシミリアン1世であり、1620年の白山の戦いで、フリードリヒ5世率いる、プロテスタント軍を撃破している。 これにより、フリードリヒ5世は、ボヘミアのみならずプファルツをも喪失して亡命することを、余儀なくされ、空位となったプファルツ選帝校くらい並びにその領地は、マクシミリアン1世に報奨として与えられた。しかし、これは明らかに、金印直書に反するものであり、1630年に、スウェーデン国オグスタフ2世、アドルフの介入を招くなど、 結果的には30年戦争を長期化させる事態にまでなった。なお、この時に、フリードリヒ5世は、グスタフ2世やドルフから戦線に復帰するよう求められて、拒絶はしているものの、同族である、プファルツ・ビルケンフェルト・ビッシュバイラー公、クリスティアン1世は、騎兵大将として、グスタフ2世やドルフに加勢している。また同じく同族である、プファルツ・クレイ公、 ヨハンカジミールは、グスタフ2世のイボアネ・カタリーナと結婚しており、二人の息子であるカール10世アドルフは1654年にスウェーデン王位を継承し、その一族は1720年まで同国を支配することとなった。1648年にベスト・ファーレン条約が締結されて30年戦争が終結するが、この時にマクシミリアン1世が奪った。 選定行為はそのままの状態に置かれ、フリードリヒ5世の息子である、カール一世ルートビヒには新たに選定行くらいとその領域を創設した形で与えられることとなった。同時に、バイエルン家が耐えた際には、プファルツ家がその選定行くらいと領域を継承する取り決めもなされている。1685年に、カール一世。 ルートビヒの息子であるカール二世が死死を残すことなく没したことでジンメルン家は断絶、同族でツバイブリュッケン家の冒険にあたるプファルツ・ノイブルク公フィリーツ・プが先帝公くらいを継承するがノイブルク家のソフィリップ・ルートビヒがカトリックに再改修していたことからプファルツはカトリック信仰に戻ることとなったただしカール二世の妹であるエリザベート・シャルロットと 結婚していたオルレアン公フィリップ一世は、フィリップルートビヒの継承に異議を唱えて1687年から1697年にかけて、プファルツ継承戦争が起きることとなった。選定公くらいを継承したヨハンビルヘルム、カール三世、フィリップのいずれもが男子を残さなかったことで、ノイブルク家は1742年に断絶し、サリカ法に則っ,って選定行為は同族である。 クフ,ファルツズルズバッハ公カール4世、フィリップ・テオドールが継承することとなった。もっとも、カール3世フィリップは、最初の日であるルドビカとの間に、娘、エリーザベト・アウグステを設けており、彼女は、カール・テオドールのおじにあたるヨーゼフ・カールに嫁ぎ、二人の、娘であるエリーザベトが、カール・テオドールに嫁いでいるため、女系を含めれば、血縁上のつながりも近い。 カールテオドールは1777年にバイエルン家が断絶したことを受けてバイエルン選定行為も継承し結果ビッテルスバッハ家は統合されたしかしカールテオドールもまた男子を残すことなく1799年に死去したことでズルツバッハ家は断絶し同族であるビルケンフェルト家のプファルツツバイブリュッケン公マクシミリアン四世ヨーゼフが 先帝皇くらいを継承することとなったが、その母マリア・フランツカは、エリザベート・アウグステの妹であった。フランス革命戦争の煽りを受けて、マクシミリアン四世ヨーゼフは、プファルツを放棄することを余儀なくされるものの、1806年に、初代バイエルン国王マクシミリアン一世となり、それは1918年に、ルートビヒ三世が退位するまで続いた。 なお、マクシミリアに一世が、先帝皇くらいを継承した際に、同族のゲルンハウゼン家の男子には、バイエルン公の称号が授けられている。本来のプファルツ家とも呼ぶ家系であり、プファルツ先帝皇検神聖ローマ皇帝ループレヒトの、次男ルートビヒ三世に始まる。フリードリヒ二世の第二ルーター派に改修、そのおい、オットーハインリヒが1559年に死死を残さず、 没したことで断絶した。レイコールベルトハイムやプファルツ選定校、フリードリヒ一世無敵校が、クララトットとの帰遷結婚で儲けた子供に始まる。この家系は1501年に白の地位を授けられて、現在にまで存続している。新世ローマ皇帝ループレヒトの三男ヨハンに始まる。その日カタリーナが、 カルマル同盟の君主エリクア・ポンメルンの妹であったことから、二人の息子であるクリストフは、カルマル同盟の君主に選出される者の,の死死を残さず、没したことで断絶。カルマルの王位は、オルデンブルク家に、ノイマルクとの医療は、同族で、いとこのプファルツモスコ夫を二世によってそれぞれ、継承された。新生ローマ皇帝ループレヒトの四男シュテファンに、始まる。 シュテファンは、ツバイブリュッケン公領を医療として獲得し、さらに婚姻関係を通じて、フェルデンツとシュポンハイムをも獲得している。家系は二人の息子が医療を分割した際に、分離している。プファルツジンメルン家プファルツジンメルンツバイブリュッケン家の、シュテファンの長男フリードリヒ一世がシュポンハイム並びに、ジンメルンを継承したことに始まる。 ヨハン2世の第二カルバン派に改修し、その息子フリードリヒ3世は、本家の断絶を受けて選定行為も相続している。以後一族はカルバン派の守護者となり、さらには、プロテスタント同盟の名手となることで、帝国内の全プロテスタントの被護者となり得る立場に上りつけた。このため、フリードリヒ5世は、ボヘミアの盗賊によって国王に選出されるものの、 これがきっかけで30年戦争が勃発して一時は、選くら位を喪失する。その息子である、カール一世ルートビヒは1648年のベストファーレン条約で新たに創設された、選くら位を獲得する者の,の息子のカール二世の、代で断絶。カール二世の妹であるエリザベート・シャルロットと、結婚していたオルレアンコ・フィリップ一世が、継承権を主張して、 大同盟戦争が勃発する。プファルツツバイブリュッケン家、シュテファンの4男ルートビヒスイグロコーがツバイブリュッケンとフェルデンツを継承したことに始まる。創尊のボルフガングはノイブルク公領も継承している。その息子の代で一族が別れるがツバイブリュッケンは、次男のヨハン一世が継承、孫のフリードリヒが1661年に死し、残さずして没したことで、 直径は断絶した。プファルツ・ノイブルク家、ボルフガングの長男フィリップ・ルートビヒが、ノイブルク公領を継承したことに始まる。フィリップ・ルートビヒはカトリックに再改修し、その孫、フィリップ・ビルヘルムは、ジンメルン家から先帝公くらいを継承している。その息子カール3世フィリップには、男子がなくて1742年に断絶するが、 ポーランドリトアニア共和国の有力貴族令状、ルドビカ・カロリナ・ラジビウとの間に設けた娘、エリーザベト・アウグステは同族である、ヨーゼフ・カール・フォンプ・プファルツ・ズルツ・バッハにとついでおり、二人の娘であるエリーザベト・アウグステは、重廷で先帝公を継承した、カール四世、フィリップ・テオドールにとついでいる。プファルツ・ズルツ・バッハ家フィリップ・ルートビヒの次男・アウグストが、 スルーツバッハ公領を相続したことに始まる。現存のカール4世、フィリップ・テオドールは、ノイブルク家から選定公いを継承し、1777年には、バイエルン家の断絶を受けて、バイエルン選定行為も継承する。諸子には、恵まれたものの、着子を設けることができなかったので1799年に、断絶、選定行為は、 父方のいとこでありヒエリーザベト・アウグステの妹でも、あるマリア・フランツカの息子、マクシュミリアン四世ヨーゼフが継承した。プファルツ・ランツベルク家プファルツ・ツバイブリュッケン公、ヨハン一世のバッシフリードリヒ・カジミールの代に始まる。息子のフリードリヒ・ルートビヒは1661年に、プファルツ・ツバイブリュッケンも継承するが、自らも後継者のないまま1681年に、死去。 プファルツ・ランツベルク家は断絶した。プファルツ・クレイやヨハン1世の三男ヨハン・カジミールが、クレーブルク公領を継承したことに始まる。ヨハン・カジミールはスウェーデン国王カール9世の娘で、グスタフ2世、アドルフのイボ姉であるカタリーナと結婚したことで、二人の、長男である、カール10世、アドルフは1654年に、スウェーデン王位を継承して、 プファルツ王朝を創始し、その息子である、カール11世は、ツバイブリュッケン公をも継承し、その娘、ウルリカ・エレオノーラが1720年に退位するまで、王朝は続いた。他方、クレイブルク公位は、ヨハン・カジー・ミルの次男アドルフ・ヨハン1世が相続して、その息子であるグスタフ・ザムエル・レオポルトは1718年に、いとこのスウェーデン国王カール12世が戦死したことで、 ツバイブリュッケン行為も継承するも、死死を残すことなく1731年に死去した、ことで断絶した。プファルツビルケンフェルト家、ボルフガングのイツオカール一世が、ビルケンフェルトを継承したことに始まる。当初は、一族の間ではあまり目立たない存在であったが、早々のクリスティアン三世が、クレーブルク家から、ツバイブリュッケン行為を継承したことから、 発展するようになり、孫のマクシミリアン4世ヨーゼフは、ズルツバッハ家断絶を受けて、プファルツバイエルン両戦抵抗くらいを継承し、1806年には、初代バイエルン国をマクシミリアン1世として、即位している。以後、1918年に、ルートビヒ3世が退位するまで、マクシミリアン1世の子孫がバイエルンを統治しており、家計は現在まで続いている。なお、 ルートビヒ一世の次男を孫一世は1833年にギリシャ国王に選出されている。プファルツ・ゲルンハウゼン・ケプファルツ・ビル・ケンフェルト・ビッシュ・バイラー、公、クリスティアニ一世の4男ヨハン・カールがゲルンハウゼン公領を継承したことに始まる。孫のビルヘルムがマクシミリアン4世、ヨーゼフのバイエルン選定公選出の功績により、バイエルン公の地位を授けられ、一族は、 公爵家として発展した。プファルツフェルデンツ家1543年に創設。1694年に、レオポルト・ルート・ビヒが死去したことで断絶。領地は、プファルツ・クレイ家が相続した。神聖ローマ皇帝ループレヒトのい夫お一世が、モスバッハ皇領を継承したことに始まる。お一世の息子お二世は、ノイマルクト家断絶を受けてその医療も継承して、 プファルツモスバッハのイマルクトを形成したが、死死残さずして1499年に死去したことで断絶。医療は、剪定効果のフィリップによって回収された。ありがとうございます。